日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ちな検証でなんか米沢牛という牛肉が当選したので、今日はこちらをちょっと半分はこうやってちょっとし後でしゃぶろうかなと思って、しゃぶるという言い方悪いですけど、もう一つはもう半分ですね。ちょっとなんか足の気になってますけど、ちょっとアクが出ちゃってますけど、なんかしゃぶしゃぶじゃなくてすき焼き用でもあるので、ちょっと茹でてみました。まあ、すき焼きとは違いますけど、以前からお世話になっている玉露園さんの昆布茶とですね、ちょっとゴーってなってますけど、勘弁してください。と、キャベツを入れた出汁の中で食べていきます。それでは。ちょっと角度があれですけど、早速、お肉食べていきますね。いただきます。と、わあ、これが米沢牛か。うまいお肉は歯ごたえがあるのではなくて柔らかいものなのかもしれませんね。柔らかくてスーッと入った瞬間に溶けていく。ま、そう、まるでチョコレートのようにって、なんか詩的、詩人みたいなこと言ってますけど、要は結局食べ物になっちゃってますね。しかも、まあ美味しい。今回はしゃぶってみましたけど、しゃぶるっていう言い方もちょっとおかしいか。しゃぶしゃぶですけど、他の食べ方でもやった、いろいろ試してみたいですね。あなたはどんな風に食べてみたいですか？私に教えてくださいね。さあ、詳細の説明はこの後。ごちそうさまでした。お肉は結構スッと口の中で切れて、そのまま旨味がドカッとシューッと口の中で広がってますね。結構油はほとんど感じなくて、旨味だけで純粋に来るみたいな美味しさがありました。すき焼きよりもしゃぶしゃぶの方がお肉の旨味はより強く感じられるのですが、熱を加えるのは少々難しいかなと思う部分もあるので、慣れないうちは、まあ、すき焼きなどの煮込み、ちょっとお肉の扱いに慣れてきたなって、慣れてるっていう人はしゃぶしゃぶで食べるのがお肉の間に合っていいと思います。以前食べた滋賀県の近江牛のしゃぶしゃぶ、ちょっと動画にはしてないんですけど、会社のレクリエーションで三重県に行った時に松阪牛のすき焼きとか食べたんですけど、こういったいいお肉はステーキなどよりも薄めの、薄切りじゃなくて薄めというか薄切りの煮物をで食べる方がより味を強く感じられていいのかもしれないと改めて思いました。もちろんステーキでも美味しいとは思いますけど、というわけで今回食べた米沢牛は本当に文句なしの6点とさせていただきます。もうちょっと自分が調理でうまくできればよかったんですけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。